通称クジラですけども、はい、その中ではまあ結構希少な、うん、2ドアハードトップで、うん、飾りホイールという、うん、本当だ、クラウンにもついてる。じゃあ続いては、ね、続いてはですね、選ばれし10代の中からテリーさんが、選んだ、はい、時代に登場していただきたいと思います。1972年式トヨタクラウン、スーパーサルンですね、通称クジラクラウンのやつですよね。はい、はい、石川さんです、よろしくお願いします。よろしくこんにちは、よろしく、はい、よろしくお願いします。石川さん、いい車乗ってますね。ありがとうございます。これね、うん、何がまた、まあ、もちろんあのクジラクラウンもすごいんですけども、はい、ツードア組んでるんですね。あ、はい、これ、フォードアも、ええ、あるんですけども、はい、このなんか斬新さは、うん、実はクーペだよね。ちょっとお紹介してください、改めて。あ、そうですね、あの、まあ、通称クジラですけども、はい、その中では、まあ、結構希少な、うん、2ドアハードトップで、で、さらに2600の、はい、スーパーサルーンという、まあ、当時の一番いいやつですね。はい、ですから、まあ、価格的には 2000cc の普通のセダンの、2台分ぐらいの当時、車両価格がしたという、それと3ナンバーですから、はい、当時の3ナンバーというのは、かなりの税金が法人で払うには大変だったと思うということですね。というわけでテリーさんが選んだ、クラウンの方に来てみました。クジラクラウンですけど、石川さん、はい、なんか色も渋いですね。これがなんだっけ、樹海。そうですね、カタログ表記の色が樹海と漢字で、樹海、ちょっと大人のね、うちにあったの赤だったんで、また全然あのイメージが違うんですけど、赤だとまたそれはそれでスポーティーなね、うん、これはホイールは純正ですね。純正ですね、飾りホイールという。本当だ、クラウンに鉄で飾りホイール、ついてる、はい、あ、この真ん中だけこの飾りなんだ。そうですね、へー、鉄筋飾りホイール。ちょっと触ってみて、じゃあちょっといいですか、どうぞどうぞ。じゃあちょっとお邪魔しますね。さあね、ケーテでやってもらいます。すごい、なんかタバコみたいなものがいっぱい入ってますけどこれがね、ええ、水、テリーさんわかるでしょ。要するに安全装備、当時の、うんうん、安全装備の売りとして、うん、運転ドライバー専用灰皿、うん、あっちに普通に灰皿があるんです。タバコ吸うの。あ、分吸います。だからこれタバコ入ってるの。ただ売りだったんです、これも。そうなんですか。あのドライバー専用灰皿が、あ、これが西陣織みたいな、確かにシートですね。そのシートがね、でこれ、こんなの貼っちゃってんの。いやいや、これは今日の記念にサインもらってるだけで、マグネットですから。あ、マグネットでね。あ、なるほどなるほど。まさか貼るわけないよ。すごい。でこれあれですね、このこれは尻尾焼きなんだ。尻尾焼きすごいね。でここガソリンですね。センチュリーと一緒だよね。そうなんです、ガソリンここから入れんだ。そうですね。でこれがあれですよね、初期型のライト。そう、前期型がこの割とね、凝ったデザインもね、うん、なるほど。これがあとさ、このリアのポーターの前期と後期で違うんですよね。はい、ここが、うん、あそこの、あとミラー、ミラーと、うん、このバンパーですか、大きな違いは、うん、せっかくカラードバンパーにしたの、なぜか後期は、うん、また変な、ま、メッキにしたんだ。そうですよね、最後の悪がきでしょうね。いやでもこういうのを認めなかったんですよ。あの、まあ、やっぱバンパーはメッキだろうってさ、逆のような気がするんですよね。そうそう、今だったらね、うん、ちょっとやっぱ早すぎたんですね、このデザイン。そうそうそう、そうですね、あの、だからそれだけお客さんの層が保守的だったってことですよね。なるほどね、もったいないね。まあでもね、これはこれで今も検討してるから、大切に乗ってね。はい、本当豪華ですもんね。そうですね、尻尾焼きとかね、西陣織とかね、内装もね、すごい。ここのとこね、ずっとまっすぐじゃないですか。はいはい。でこれも新鮮だなと思ったのは、こことここはほら、同じ、要はグリルじゃないですか。でもダブルになってますよね。それまでこういうのっていうのはなかったりするんですよ。もうこの前のね、そうですね、グリルはいいとか、なんか段付きっていうか、だから この辺からクジラっていうイメージが来てるんでしょ。でそれまでどうですか、これはシュッとしてるのに、こうやって
広げてるじゃないですか。確かに。ここそれだったらもっとね、うん、悪くできるけどね。だってライトのこの外側までこのグリルピッツみたいな模様をつけて、それは相当このデザイナーは圧倒的にね、時代も先取りしてましたよ。ですね、ですね。自分調べたんだけどね、渚徹さんって1年間あのヨーロッパに留学してた人が戻ってきてデザインしたと、うん、はい、そうなんですか、うん、へー、ちょっと話してください。どうぞどうぞ。すごいよ。 こういう風になってるんですね。ドライバーオリエンテッド的な感じで、意外とスポーティーなんですよね。うんうんうん、まあ2リターのセダンってきっとこういうメーターじゃないと、はいはいはい、箱なんかついてないと思う、ね、全部方眼メーターでね、なんかあれですね、あのこういうとこ後ろやれ、ね、天井とか破けてるから、うんうんうん、なんか綺麗にしてあげたいけどね。そのまんまにあえてしてますね、私の場合は、ね、そうだな。じゃああれですね、その先頭の前のエンブレム白でしたけど、あれも最初から白で、あ、そうですよ、もうそういうのやってないですね。クリアハゲ、外装としてはクリアハゲ直したぐらい、うん、なるほど。あとはまあ基本のエンジンだけはオーバーホールで、はい、ちょっとエンジンお金をかけましたね。エンジン見てもいいですか。はい、でもあれですね、こうバネのダンパーっていうかあれだから落ちてこなくていいですね。本当、うん、これね、うん、まあ 4M 型直列6気筒というかね、うん、これ何の他に何のこのエンジンはなんかあの名機って言われてんだよね、うん、M 型、トヨタの M 型、うん、言われてる。他に何に乗ってたかな。え、何他に何に乗ってました。もう他の車のことね、知らない。他に何に乗ってたか今わかんないけど、まあ、あのセンチュリーじゃないでしょ。センチュリーじゃない。 4M6 気筒は名機だと言われてますけどね、うんうん、クジラクラウンってね、そのクラウンの長い歴史の中でもすごいエポックメイキングな車としてなんか名前が上がるモデルじゃないですか、うん、だからすごいこう、なんだろう、新しいクラウンの一つ時代を作った、そんな車ですよね。時代作れませんでしたね。作れなかったの。全然ダメでしたね。売れなかったの。あのね、うん、これ実はうちの親父っていうのが、うん、僕と一緒の車好きで、はい、この車家で買ってるんですよ、うん、これの赤を、うん、あのそれであったんですけども、クラウンってもともと車用車じゃないですか、うん、でもそれこそクラウン買う人ってみんな失礼な方が多いんで、はいはい、この車はあまりにも斬新なんで、うん、ちなみに4代目でしたっけ。これは4代目ですね、うん、これがあまりにも斬新すぎて、うん、全く売れなかったんです。売れなかった。そうですよね。そうですね、あのそれまでまあ日産対トヨタでずっとクラウンが売り上げ1位、うん、唯一セドグロに売り上げで抜かれてしまった。抜かれちゃったの。でモデルチェンジを予定より早めたという、あら、そういう、まあ、あのスピンドルシェイプって言って、まあ、当時としてはね、そうですね、あの斬新すぎたんですよね。時代が早かったのかな。そうですね、うん、この頃って5年に1回モデルチェンジするって決まってたんです、でこの車だけ実はあまりにも売れないんで、はい、もう3年半ぐらいでモデルチェンジして、うん、そうですね、そうらしいですね、はい、私もこの車の失敗のおかげで、はい、この後ずっとクラウンは同じような形でずっと作り続けて、うん、このクジラクラウンのせいなの。そう、これのトラウマがあって、うん、今の現行のクラウンっていいでしょ、はい、うん、このここになるまでずっと同じように作って、うわぁ、そうなの。なんかね、ちょっといろいろまだまだお話聞きたいんですけれども、そろそろお時間ということで、というわけで石川さん、どうもありがとうございました。お知らせがあります。お知らせですか。はい。はい、この度、アヘッドモーターサービスでは、一緒に働く、一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、あの去年から、まあ、ラリーを始めて、いろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか。はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあお客様に対してまあチューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは猪木さんどんなところが一番魅力的ですか。個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に言ってしまえばお客様が買ってくれた後からも
ずっとサポートして手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そしてブレスと、ブレスさんですね、はい、板金、はいはい、塗装、そして e スポーツスタジオでも、はいはい、おなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。ぜひトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてすべてやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。中古車買取ホット、車買取専門店、高価査定はプロにお任せ。お手軽スマホ査定なら最短5分、中古車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。